おはようございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野です。今日は1月30日日曜日、今日もバイリンガルで皆様に私の今日の思いをお伝えしたいと思います。2日前に私は古希を迎えました。家族で祝ってもらいました。これから20年ぐらい生きるかもしれませんが、その間ですね、人生の最後を花開かせたいなという気持ちをですね喋ってます。そのためにはですね、肉体を老化させてはいけないので、私は武術とヨガ、連合太極拳のほかですね、老人向きのですねトライアスロンを開発して自分でやってます。走って泳いで自転車で走り回る、はい。これからのですね、私の思いを今日も繰り返してお話しますが、お聞きいただければありがたいです。70歳の私の体です。どうぞご覧ください。葉隠れはですね、江戸中期に起こったですね、佐賀藩の武士の教えなんですが、今日はですね、毎日死を意識して生きることの重要性についてお話ししたいと思います。葉隠れを読んでいますとですね、武士の心得として、朝に死に、夕に死に、武士とは死ぬことと見つけたりという話があるんですよね。これはですね、すぐ切腹すればいいとかそうじゃなくてですね、死に物狂いで生きろってことなんですよ。そして日々ですね、自分はいずれ死ぬ、明日死ぬかもしれないというですね、死を意識して毎日生きなさいということなんですよ。とかく我々はですね、ぼーっとしていってですね、いつまでも生きるだろうと、死なんて来やしないよと、死ということを忘れてしまうんですよね。ですから自堕落なですね、適当な生き方でせっかくの人生を棒に振ってしまう。常に死を意識することによって、毎日の生活を充実した、あ、今日一日自分としては納得できる一日だったと、朝は早く起きて、昼間は計画通りのことをしっかりやって、ああ今日はしっかりやったなと思って死ねること、これが武士のですね、葉隠れ的な生き方なんですよ。私は人生はですね、子どもの頃思い出ありますが、運動会のようなものだと思います。頑張って走ればですね、皆さん思い出してください、一等賞になると確か赤いリボンをもらえます。二等賞は黄色いリボン、三等賞はですね、確かグリーンだったかな。それを胸につけてですね、皆さん頑張って、僕赤が取れたよ、ああ黄色も2つ取れたよ。そして家に帰るとですね、おお、ふみ、なんだ、赤を取れたのか、黄色は障害物競争で2位だったんだ、という具合にですね、頑張って家族に報告するとですね、愛する人が褒めてくれる。人生もこれだと思います。死に臨む時ですね、ああ我が人生、赤いリボン、黄色いリボン、そこそこ取れたな、いい運動会だった、さああとはゆっくり眠ろうと、思い残すことはない、しっかり走ったと、こういう人生を終えれればいいと思います。私は人生は運動会、しっかり赤いリボン、黄色いリボンが取れたならば、全く思い残すことなく眠っていけると思います。すなわち眠りは人生の終わりだと思います。無になってですね、永遠の眠りにつけるわけです。今日もお聞きいただいてありがとうございました。